本代表に上り詰めたのか。公式戦を味わえたことが一番今につながってる。プロってやっぱり一発勝負かなって高校の時は思ったので。怒ってくる先輩は大事にして、どん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 自分から行った方がいい。なんか今日はいい話ですね。いいですね。初めてかもしれない。大学の育成が日本サッカーを変える。サッカーのためにできることをフットブレインはスリート。ご覧のスポンサーとともにキックオフします。考えるサッカー番組、今夜のブレインはなんと番組初の大学生ですよ。そうなんです。やってくれますよ。やってくれますよね。なんかやってくれるらしいですから。あ、本当ですか。ハードルがどんどん上がってますけれども。それではお呼びしましょう。本日のブレインはこのお二人です。どうぞ。山村選手、比嘉選手、こちらによろしくお願いいたします。いらっしゃいました。好青年。好青年ですよ。なんかいい感じですね。フットブレイン。長崎県国見高校から流通経済大学サッカー部へ入部。現在 U23 日本代表ではキャプテンを任されチームを牽引。卒業後は J リーグ鹿島アントラーズへ入団。山村和也、同じく流通経済大学サッカー部4年。 U23 日本代表では不動の左サイドバックとしてチームに貢献。卒業後は J リーグ横浜 F マリノスへ入団。比嘉勇介、さらに今夜は新旧ディフェンス論。これからの日本サッカーを背負って立つ大卒 J リーガーがレジェンドに教えを請う。というわけで今夜は大学サッカーを徹底討論する。結婚したばかり、おめでとうございます。そうだ、新聞ですか。いや、もう22歳で、はい、こいつ。比嘉さん、結婚は近いうちに考えてます。この子にも分けてあげてよ。え、そっから。今日サインもしてきた。違うサインも、はい、してきました。秋田さん、後輩だ。後輩ですよ。今日契約されてきたんですよね。結婚も僕は早かったんですよ。一緒です。じゃあ20年後にはあれぐらいになってますよ。どれぐらいですか。ね、最高です。ね、2人が歩むこととなったプロの世界。しかしそこでは最近ある不思議な現象が起きている。それは、さてここでですね、大変興味深い事実があります。こちらご覧ください。これは2011年度にプロ契約した選手の出身別の割合を表したものなんですが、 J1、J2 ともに大卒選手の数が最も多いんですね。まあ、基本アメリカなんかだとね、いろいろバスケットのホッケーだのありますけど、ヨーロッパではないですよね。これないですね、ほとんど。これなんでこんなに高卒と大卒の差が出ちゃってるんですか。いや、もう実感として大学に出て、もう体も大きい、メンタル的にもしっかりしている、まあ、即戦力という選手をやっぱりまずそっちを選んでいく方向になってますよね。で、経営的にも非常に難しいので、育てている時間がないから、高卒選手はもうなかなかこうそこにチャレンジできないプログラムの現状があるんですよね。その時間の金、お金はかからないってことですもんね。そうですね。なるほど。非常にじゃあ効率よく回ってるってことですよね。さらにこの現象は J リーグに限ったことではない。2000年以降のオリンピック代表メンバーを見てみると、シドニーではゼロだった大学出身者がロンドンでは5人に増えているのが分かる。今お二人はどうですか。高校でもしかしてプロ行った方が良かったのか、大学今出てからプロ行った方がいいのかっていう、どんなところ。高校の時に J 行っても多分すぐ試合出れないんで、でも大学で1年目から試合出してもらってたんで、やっぱ公式戦を味わえたことが一番今につながってると思うんで、まあ、やっぱりヨーロッパはどちらかというと
トップリーグがあって、その2つ3つ下のところで、サテライトのリザーブリーグっていうのがあって、そこで試合を積むことができるじゃないですか。これも本当に厳しい戦いをできるんですよね、タイトルかかった試合だけど。日本っていうのはそういうのがないんで、そういう意味ではそこのポジションを大学が担ってると思うんですよね。実際そういうふうに大学リーグの方にいい選手が流れ、またそれが嬉しい大学側は環境を整備していい人をしてまた送り出す、そういう循環ができているのは間違いないと思うんですよ。まあ琉球大学なんて本当にプロの選手たちたくさん出てますからね。それはやっぱり養成所みたいな形になってますよね。そう、これまで J リーグの下で若手育成を担っていたサテライトリーグが2009年に廃止、それに代わる受け皿として大学サッカーが今注目を集めている。中でも山村、比嘉両選手が通う流通経済大学サッカー部はその代表格。ここ5年で関東大学リーグ3度優勝。これまで J リーグに輩出した選手は55人に上る。その実績を支えるのがプロ顔負けの設備。人工芝のグラウンドが全部で3面。まだ日本では珍しいゴールピッチをはじめ、ビーチサッカー専用コート、さらには天候に左右されない屋内練習場まで完備。そして大学内にあるスポーツジムでは、強化したい部分に合わせてトレーナーがマンツーマン指導までしてくれる。それにしてもびっくりするような、すごいですね。プロ顔負けって書いてありましたけど、負けてますプロ。完全に負けてますか。ウェイトルームがあんなあったらもう毎日僕いましたよ大学の。そんな充実した環境で一体どんな育成がなされているのか。 U23 日本代表でもありチームキャプテンの増田選手は、一番大きいことは試合数をこなせるってことだと僕は思っていて、実は琉球大サッカー部は200人の部員が6チームに分かれている。彼らはそれぞれのチームでリーグ戦を戦い、年間なんと300試合以上もこなす。この実戦経験こそが最大の成長につながる。さらに選手のモチベーションを上げるため、チーム編成にある工夫をしている。それはレギュラーチームが中心にあって、あとの5チームはどこからでもレギュラーチームにすぐ入れる仕組みにしてます。頑張ってればすぐもうレギュラーチームで監督が見てくれるんだっていう仕組みにした方が、まあ選手一人一人がモチベーション高く持ってやっていくと思うんで。毎年シーズン前にはトップチームに上がれるチャンスが。ミニゲーム形式のテストで選手の入れ替えを行う。山、比嘉、ちゃんとできてますか。比嘉はちょっと不安なんですけど、山は多分ちゃんとコメントしてると思います。そういうキャラ、そういうキャラ。1年で300試合、これどうなんですか。1年で300試合って、まあ一人がやるわけじゃないんで、ただすごいですよ。もう売れないパンクバンドみたいじゃないですか。とにかくいろんなところで。ちなみに私の息子が今関西大学の2年生のサッカー部の人間なんだけど、やっぱこの間正月帰ってきてたけど、しっかりしてましたよ。本当に良くなってる。人間的になんか変わってきてんなって感じはしてるしね。親の実感として。逆に秘密を聞きたいよ。その実践経験でもちろんプレーは伸びるけれども、そのメンタル的にたくましくなっていく、こういうところの秘密みたいなのはどう考えてますか。高校の時と違って、この自分で考えて生活だったりとかが多くなってくるんで、僕はその山村君が今って自分で考えてって、そこがポイントだと思うんですよね。でこの大学の生活の中で自分でやっぱ考えて、大学ってすごく時間があるんですよ。あるでしょ、いっぱいある。プロももっと時間ができるんですよ、勉強しなくていいから。そうか。その時間がじゃあどうやって生活するのかっていうことを自分で考えられるかどうか、ここでやっぱりまたこの差がどん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 ついてくるんですよね。答え出ましたね、これ。本日はどうもありがとうございました。いやでもプロの前段階はだから大学で経験してるってことだよね。そういうことです。あの経験もして。すごくわかる。
琉球大の人づくりを支えるのが寮生活。選手は仲間と共にサッカー漬けの4年間を送る。ここで求められるのがオフザピッチでの行動。いつも早く寝るんですよ、俺は。寝言とかたまに言ってます。ご来週時期です。食生活や睡眠時間など自分で考え自己管理を徹底。そんな彼らを長年見てきた寮の管理人さんは、1年生の檻はまだちょっと、やんちゃのようなところもあるけれど、やっぱり2年生になってきたらだいぶ変わりますね。あら、ずいぶん大人になってきちゃったねなんて私らちょこちょこ言うけど変わりますね。でもやっぱりあの陽子ですよね。はい、陽子さん。ひろこさん。早く言えよ。ひろこ。もうひろこ大好きになってるから。寮って何人部屋ぐらいなんですか？大体寮は5人部屋で、食事は寮でみんなで取るんですけど。ひろこが。そうです。それは楽しいんですか？やっぱり。楽しいですね。嫌なところはないんですか？ないですね。ないよね。ない。多分慣れてしまえば全然問題ないと思います。二人はなんで大学に行こうと思ったの？プロってやっぱり一発勝負かなって高校の時は思ってたので、もう少しちょっと自分に自信がついていけるなら行きたいなっていうふうな考えだったんで、自分はもう J からなかったん で大学でもう一回チャレンジして J に行きたかったんで大学行きました。そう、大学サッカーは最近の若い選手たちにとって自信と経験、そしてチャンスを与えてくれる場となっている。そこで徹底的に教え込まれることがある。それは18歳でプロに行けない大学に進む子っていうのはあるいいものを持ってるけど何かが足らなくて評価がされないんだろうなと。であればまずは高い評価を受けてることを伸ばしてあげたいなと。自分のストロングポイントを誰にも負けないように出しなさいと。学校でどんなストロングポイントを伸ばしてもらったの？先生の言ってた。どうですかね。たっぷり時間使っていいですからね。もうやっぱり自分はディフェンスが売りなんで、あと運動量が売りだったんで、そこを監督がミスってもミスなくても怒ったりしないんで、ずっと褒めてっていうか、もっといい風に言ってくれるんで。褒めて伸ばす。チャレンジする。チャレンジすることに怒ったりしない。あんまり怒らないんで、逆にチャレンジしないことに対して怒るのが結構多かったんで。監督の経験のお二人としても今の話。勉強になります。いや、プロの世界だとね、どうしてもその目の前の勝利に固執するじゃないですか。やっぱりどん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 若い選手こそチャレンジさせてあげていいところをやっぱり。伸ばして組み合わせてっていうやり方をね、しときゃよかったんだよ。うわ今だった。魂のサッカー談義。あのお二人にとってはもう最高 あのレジェンドだと思うんだけど、なんかこう聞いてみたいこととかってある？基本的にラインコントロールってあのどのボールの位置で。誰に合わせるかっていうのはやっぱり自分中心で合わせるものなんですか？ U23 日本代表ではボランチを任される山村選手だが、実は大学でのポジションはセンターバック。そんな山村選手が今一番知りたがっているのがラインコントロール。一体誰を基準にしてどうオフサイドラインを統率するのか。基本的にはまあフォーバックだったらサイドバックはどっちかっていうと高い位置取って、はい、で左のセンターバックに合わせてラインを合わせ、こっち側にあるんだったらこっちか右側のセンターバックに合わせて他の2人を合わすっていう形の方が一番ベターだと思うんだよね。そういう形ですると基準が合いやすいし合わせやすいと思うんで、やっぱりあのボールサイドのセンターバックに合わせた方がいいんじゃないかな。あの五輪ではねボランチ やってるじゃないですか。そこでも全然ね問題なく、逆にそっちの方が本職なのかなと思うぐらいのプレーしてるんで、ボランチの方がいいのかなって思ったり。ボランチも最近やっぱりやらせてもらってだいぶ慣れてきたんですけど、
やっぱりセンターバックの方が慣れてるというか、まあ、やってきた分、分かってる部分は大きいのかなってのは思います。なるほど。鹿島の美味しい店も教えてあげる。あ、それもお願いします。それ一応大事だ。狂気のサイドバックいますよ。ジャックナイフ。スパーン。もう今じゃ退場だよ。試合前とかで何て考えてるんですか。どういうことを考えてる。試合の前、はい、U23 でも大学でもサイドバックを任される比嘉選手が今一番知りたがっているのが、プロの選手は試合前どんな準備をしているのか。まず大体自分のマーカーがあるじゃない。それをアップの時にずっと見てて、どういうタイプの選手なんだろうっていうのはもういつも、もちろんビデオがある時はそれで見てるけど、ない時はそれでスタイルをイメージして試合に入っていく。まず裏に抜け出すタイプなのか足元なのかまず決めて、俺はガツンと行きたかったから裏に来そうなやつだと少し慎重に行ったりとか、そういう駆け引きして、あと自分が意外と上がり症なんで、緊張する時には逆に試合前の30分ぐらいはわざと喋ってちゃらけてなんかリラックスするようにしたりとか自己調整をしてた。あと J リーグ入るでしょ、先輩たちももちろん可愛い後輩なんだけどライバルでもあるから、少しこう人間関係ができるまでは時間かかるわけですよ。俺は絶対その2人にこう怒ってくれる先輩は大事にして、どん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 自分から言った方がいい、いろんなものを学べるし、その先輩も大切にしてくる。僕はラモスさんだったんだけど、ラモスさんがいたおかげで成長できたって本当に思っているし、で同期の仲間だけでは絶対解決できないものがあるから、この世界はやっぱりそのいい先輩にちゃんとこうついて学ぶっていうのはすごい大事だと思うんで。なんか今日はいい話ですね。いいですね。初めてかもしれない、こんなにいい話の回。今年はいよいよロンドンオリンピック、明日出場権をかけた負けられない大一番が。2人の若きブレインは一体何を思う。手応えとしてはどうですか。まあ今試合は勝ってるんで、まあ、このまましっかり勝てばいけると思うんで、あとはもう本当2月5日の試合に合わせてしっかり勝てるか。明日ですよ。です、ね、これからチームに今海外組の若手がいるじゃないですか。で戻ってきそうな感じもあるじゃないですか。これそうしたらチームとしてはどんな感じになりそうですかね。多分そんなに変わらないと思うんですけど、やっぱり海外でこう学んだことを自分たちに落としていってくれたらまた成長ができるのかなっては思います。ポジティブだ。立派な受け答えです。さすが。どうですよ矢沢。一緒っすね。舐めてんの。この後宮本恒康が引退後の心境を激白。死亡宣告に近いような自分のアイデンティティがどこに。プロってのは厳しいですね。全世界を熱狂させたサッカーゲームがグリーに登場。世界のスター選手と共に戦おう。 FIFA ワールドクラスサッカー、グリーで検索。全世界を熱狂させたサッカーゲームがグリーに登場。世界のスター選手と共に戦おう。 FIFA ワールドクラスサッカー、グリーで検索。これがドイツで評判の一番搾りですか。いえいえ、ドイツだけじゃありませんよ。ドイツ、オランダ、イタリア、フランス、イギリス、スペイン、ドイツ。今ドイツ2回言いました。ドイツビールの旅当たります。言ってません。言いました。のどごし生ってどうかな。ネットの評価はどうも。何はともあれお客様の喉。喉、その喉で評価してください。のどごし生。なんで今まで飲まなかったんだろう。よし。次週のフットブレインは宮本恒康が引退後の心境を激白。死亡宣告に近いような自分のアイデンティティがどこにこれから求められるのかとかあるのかとか、やっぱプロってのは厳しいですね。
さらに J リーグ戦力外通告を受けた選手たち、プロを諦めないそのリスタートに徹底密着。親父が喫茶店やってたんでコーヒーを解説したかもしれないです。キリマンジャロの。この後山村比嘉亮選手から素敵なプレゼントが。全世界を熱狂させたサッカーゲームがグリーに登場。世界のスター選手と共に戦おう。 FIFA ワールドクラスサッカー、グリーで検索。全世界を熱狂させたサッカーゲームがグリーに登場。世界のスター選手と共に戦おう。 FIFA ワールドクラスサッカー、グリーで検索。アウディ A5 S5 デビュー。自動車保険の更新のお知らせが届いたあなた、今が切り替えのチャンス。ソニー損保ならスピーディーな事故対応、ロードサービスも無料でついてくる。しかも保険料は走る分だけ、走行距離が少ないあなたにおすすめ。だから選ばれ続けてダイレクト自動車保険、9年連続売上ナンバーワン。さああなたも。お見積もりは今すぐインターネットで。ソニー損保。タチュ。いつでも水なしで。タチュ。どこでも水なしで。タチュ。PL に水なしで。瞬時に溶けてスーッと効く。コルガンビアフィルム。昨日までみんなと同じようにあんなに苦しんでいたのになぜ。素早く溶ける、しっかり効く、コルゲンビエンジェル。携帯にはビエンフィルム。サッカーのためにできることを、フットブレインはグリート。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。宇佐美選手サイン入りスパイクはご覧の方に、おめでとうございます。そして山村比嘉亮選手のサイン入りユニフォームをそれぞれ1名様にプレゼント。番組公式 Facebook からご応募。世界卓球ドルトムント3月開幕。ぶつからない車、緊張してます？めちゃくちゃしてます。さあ来るぞ。進化したアイサイト、スバルのお店で減税だけじゃない、さらにレガシーなら10万円お得。あの最悪の日、パパが死んで生きている意味がまるでなくなった。父の最後のメッセージを探して少年の旅は始まった。ものすごくうるさくてありえないほど近い。自分が納得できるものをきちんと選びたい。車も賢く買う時代です。さあじっくり選んでください。オリジナル湯たんぽプレゼント。ハワイから来たタダさん、うちにホームステイします。あね、携帯が学生も家族も3年無料なんて国ないでしょ。うん、ハワイのどの辺？鳥取。鳥取のハワイだで。ハワイじゃないじゃん。テヘペロ。テヘペロ。学生も家族も3年タダ。どの広告も新しい新しいってうるさいわよ。私にはすりゃみんな大して新しくないわよ。じゃあこれは新型 MR ワゴン、リミテッド出た。全世界が映画化を待っていた。劇場版ついに解禁。その壮大なストーリーと驚異の映像にうなれ。ベルセルクパート1、覇王の卵。家を買うときって金利がすごく気になる。車はどうですか？今なら人気のフィットがこの金利で買えるみたいですよ。いい手でしょ。リマ王国出展者大募集。3月10日11日の2日間、インテックス大阪で開催。人気の国民ブースは1日5000円。お問い合わせは運営事務局まで。リマ王国。バカゾール。キートン各界
の質問はここまで。出てませんよ。ここまで。ということで、オングルとマナがコラボレート新感覚エンターテインメントライブダイナマイトバカソウル、藤井隆さん来ていただきました、はい、お願いします。よろしくお願いします。このバカソウルはご覧いただいたりとか、はい、あ、もちろんです。あのチラチラですけども、はい、毎回見れてませんけども、はい、見てます。あ、そうですか。私事でもないんですけど、松屋キートンさんがね、はい、先日、はい、大好きなレモンコグレカッカと共演した時に私は会場におりまして、楽屋ではもうみんな歌うめえっつって、当たり前うめえっつってめっちゃうまいと思って、まあ、でも直接聞くとね、改めましたら。さあ、それでは参りましょう。トップバッターは2700です。それでなくっちゃ、はい、もう2700もう常連ですけども、常に双子の男の子が誕生されました。新聞とかでも見ましたねえ、2700息をついてるんですけども、今回は曲が、はい、常道ひろしというですね、はい、常の歌でございます、はい、いいですね、これ面白いですね、本当に楽しみ。僕が矢島で、はい、そして